はい、ということでね、今回もまあ汎用なシャフェの話をしていこうかなということなんですが、今回したいのはですね、第24話最終話において、麒麟丸とモロハとトワが戦っていた時に、急になんか宇宙空間みたいな場所で戦い合うっていう感じになっていたじゃないですか。この宇宙空間何なんだっていうところで、みんな気になったんじゃないかなと思いますので、ちょっと考えていこうかなってことなんですけど、まあ、ツイッターの方を見てみますと、その説としまして、ただのイメージ的な空間なんじゃないかなっていう考え方がね、一番多いじゃないかなというか、もうもはやそれしかなかったっていう感じなんだけど、なのでこれはもうイメージ映像です。宇宙じゃありませんっていう風にね、まあ、確定してしまいましたら、もうこれで終わってしまうので、ちょっと別の視点というか、別の考え方、新しい説考えてみますと、まずこの宇宙空間になった瞬間のねシーンを見直してほしいんですけど、麒麟丸がちょっと驚いてるんですよね。なって感じで。としますとね、これがただのイメージ映像だとするなら、そんな驚くなんてことはないじゃないですか。だから驚いたということは何かしら、そのイメージだけではなく実際に条件の変化みたいなものが確実に起こっているというふうに考えた方が、まあ、この場面は適切であると、まず言えましょう。となるとね、じゃあこの宇宙は何だったんだっていう、という話にね、戻ってきちゃうんですけど、ここで思い出してほしいのが第18話の話。ここで殺生丸と麒麟丸がまあ戦い合うっていう話があったわけなんだけど、その際に、二人の力がぶつかり合った時の余波で、もう天地が明動してしまったわけ。で、ちょっと寄せてみるならば、なんか空間が歪んでるような風にも見えませんか？これ。どうですか？見えませんか？これ。だからこっから察するに、そのある一定レベル以上の妖怪同士がぶつかり合ってしまうと、もう空間自体が、世界自体が耐えきれなくなっちゃうんじゃないかなって思うの。だから18話の段階ではその世界を壊してしまうっていうのは互いに望むことではないので、互いに剣を引いたっていうことなんだけど、それに対してこの24話最終話の方はですよ、トワとモロハさん、刹那が殺されたっていうことに対してもブチ切れて上での行動なわけです。だから世界が壊れちゃうとか、空間がどうにかなっちゃうとか、もうどうでもいいの。そんな小さい問題よりも、とりあえず刹那を手にかけた麒麟丸を絶対に殺してやるっていう、もうそれだけの意志で動いている。なのでその結果、もう天地明動とかね、大地が割れるとかいう段階を全部飛び越えて、もう空間の崩壊まで行っちゃったんじゃないかなっていう。でね、さっきも言った通り、ある一定以上の力を持っていないとそもそもこの現象は起きないので、一気にその段階まで力を上げてきたトワとモロハに対して驚きを見せたっていうのが、まあ、さっきのシーンなのかなと思います。ということなので、まあ、宇宙空間何だったんだっていう話はですね、空間が壊れてしまったっていうものの表現なのかなっていう話なんだけど、でもこれが犬夜叉の前作、犬夜叉の方でこういうことあったかなと思ったら、僕が想像する限りそんな話はなかったかなって思いますし、あとそもそもこの麒麟丸が驚いていないのかもしれないですし、あと仮にこれが空間が壊れたら壊れたんだとしまして、その麒麟丸がトワとモロハを倒した後になんか普通に元の空間に戻ってたよね。これなんで戻ったのっていうところもありますので、まあ、空間のね修正力とかがなんか働いたんじゃないかっていうのは、まあ、言えなくはないんですけど、まあ、そこまで言っちゃうとね、ただの空想と話になってしまいますので、確かなことは言えないので、まあなんなんだろうねっていう結果、そんな感じです。ということで、まあここまでがそのあの宇宙何だったんだろうって話なんだけど、ここからちょっと私事になるんですが、今回本来ですね、宇宙の話しようと思っていたわけじゃなくて、ちゃんとその24話のあらすじについてね、まとめていこうかなって考えていたんですよ。けど思ったよりですね、そのキャラクター同士の思惑というものが絡んでいて、なんか説明しにくいなと思いましたので、まあ2期始まるまでにはなんかね、まとめたらいいかなと思ってます。あとこの1期までのキャラクター最強ランキングみたいなのもね、なんか出したいなと思っているので、よろしくお願いします。以上。